ちゃこんにちは、豊さん、はい、ちょっと面白い数字と記事を見つけたんですけれども、なんだまたきな臭いのを見つけてきた。きな臭いじゃないです、なんか危ないやつ見つけてきたんだ。違いますよ、ちゃんとした野球のニュースです。ちゃんと数字が出てる。これ人数、数字っていうのは人数なんですけど、はい、たまたま私LINE ニュースってあるじゃないですか、うんうん、で見ていたらその球団別 FA 流出選手数っていうのが載ってたんですよ。ああ、その所属のチームから FA 手挙げて他行っちゃうっていう、はいはい、これはもう国内海外、まあ、含めてです。まあでもあれだよな、はい、これからそういうシーズンに入ってくるもんな。あ、もうそうですよね、オフになってくれば。オフになってくればな、はい。ちなみに豊さん、はい、一番多い、これまで出ていった選手が多い球団ってどこか分かります？そうだな、うん、まあパリーグだろうけどな。あ、やっぱパリーグっていうのは分かるんですね。いや最初さ、はい、だから FA 導入後でしょ。そうです、だから FA 導入後パリーグからセリーグに移ってくる選手っていうのは圧倒的に多かったから、あ、セリーグからパリーグに行くっていうことはほとんどなかったんだよね、はい、最初の導入時期って、うん、だからパリーグの中で言えば、うん、まあ、セーブかな。正解です。19人でセーブが1位なんですよ、うん、これ19人で2位が14人日本ハムなので、うん、まあ競ってるというよりかはやっぱ圧倒的っていうことだな。セーブが多いんです。逆に一番少ない球団は巨人じゃない？まあそうです、巨人8人、まあ、これ楽天は4人で一番少ないんですけど、まあ、楽天は球団が創設してから、まあ、球団の歴史が浅いからね、はい、浅いですし、うん、近鉄3人っていうのも合併、そうだ、はい、してしまったのでっていうのもあるので、それを抜かせばそうです、巨人の8人、まあ、ヤクルトも実は8人で並んでるんですけど、ヤクルトもっと多いかなと思ったんですけどね。ただね、ヤクルトはね、はい、選手を大事にするっていうか、残っとけば食いっぱぐれがないというか、はい、いや大体あそこ OB が監督コーチとかやるじゃない、はい、だからそれなりに一生懸命やっとけば、はい、そういうポストがにつけてくれる球団だから。あ、そうなんですね、うん、ある程度 その貢献とか功労者みたいな感じ、うん、そうそう、だからまあ居心地がいいっちゃ居心地がいいんじゃないの、ヤクルトは、うん、で巨人っていうのは、まあ、食いっぱぐれがないよねだから我々の時期っていうのはやっぱ金看板だから、はい、巨人から移籍するっていうのは自殺行為だよねないですよね、自殺行為になると思う。巨人からその海外に行った選手っていうのはもちろん、まあもちろんね、だから他の球団というよりかは巨人に残るか海外に行くか、そうだね、ぐらいですね、ね、自ら巨人出ていきますってあんまり、まあそうだね、ないですもんね、うん、でね西武が、そうです、で森藤が考える、なんで西武は出ていくんだろうと思う。いや、わけわかんないです。だってほぼほぼいい選手、いいピッチャーみんな根こそぎ持ってかれるんで、お金がないのかな、出さない？いや、うん、球団？まずね、はい、能力が高いよ。能力に見合う金額が出せてないのかもわからない。例えば、まあ、例えば松坂大輔、はい、海外、海外行くでしょ、はい、松井稼頭央代表的なの、はい、これもやっぱ3秒揃ってさ、素晴らしい選手じゃん、はい、だからお金が出せないのかもわからない。他からのバランス、収支、はい、うん、そういうことから考えると、その選手に似合う金額が出せてないのかもわからないよね。そうですよね。あと、例えば、まあ、一応中島選手もメジャー行って、その後、ね、西武には帰ってこなかったですし、あとは片岡選手、あ、巨人行きましたし、ね、はい、あとピッチャーで言えば、涌井投手、岸投手、はい、あ、牧田ね、牧田投手、まあ、海外だよね。はい、海外。いや、だけどさ、俺一つにはさ、はい、あそこの球場の位置で環境でもあると思うよ。あそこですか。やっぱ同じ野球をやるにしても、はい、あそこの環境って過酷だよ。そうですよね。まず、うん、遠い。いやいや、遠い、だって、そう、首都圏からっていうか、でもさ、森内さ、はい、ある程度お金ができたらさ、はい、ある程度いいところに住みたいっていうのは人間の心理じゃない。あの都心ですよね、都心、はい、と思う。まあ例えばあそこから近いところって吉祥寺が一番都心なのかな。そうですね。あ、まあでも吉祥寺っていうのはいいと思うけども、いい街ですよね。でもやっぱりさ、はい、有名選手になってくると人との交際もあるわけじゃない、うん、はい、そうなってくるとより都心っていうことを考えるとさ、うん、あそこの球場の位置っていうのが、うん、
すごく負担になってると思うんだよね、通うのに。そうですね、不便というか。不便だよね、はい、それと、はい、あのドームの形状、はい、冬は寒く夏はクソ暑いという、はい、普通逆だろうみたいな。いい時期がないですね。梅雨時期はジメジメするという。そうなんですよ。でそういう環境を考えるとさ、はい、すごくやっぱ不便だよね、うん、不便というか不利というか、はい、だから環境を変えたいっていうのはすごくわかるよね。ああ、そうですね、うん、だからなんとなく俺がもろに西武が多いんですよって聞かされた時に俺が選手の立場だったら、ああやっぱり出ていくかなっていう思うよね。ああ、そうですか。あの環境からもやっぱね、あそこでの練習ってつらいよ。でもあの環境の中でものすごいバッターやものすごいピッチャーが育っていってるわけじゃないですか。そうだね。それはそれですごいですよね。能力がやっぱ半端ない人間をやっぱドラフトで取って育ててるっていうことだよ。だからそれはすごく評価をしなきゃいけないし、はい、今まで19人だっけ、はい、19人輩出してるっていうことは、はい、それなりに素晴らしい選手しか出ていけないわけだから。そうですね、近年だと例えば浅村選手とか、ああ、そうそう、秋山選手もそうですよね。ああ、そうそうそう。だから素晴らしい選手が育ってるわけね、はい、それとドラフトされてるわけ、はい、だから西武という球団が強いというふうに言われてるんだけど、はい、でもそこからやっぱり出たいと思うのはもう仕方ないかなと思うよね。まあそうですね、その金額の金銭面でもそうでしょうし、環境もそうでしょうし。だってさ、俺がパ・リーグ1年経験したけど、はい、西武の3連戦終わった後に次の日移動ゲームでね、はい、博多で試合がある、はい、電車乗るんだから。え、電車に、選手が電車に乗るんですか。いや、バスで移動かなと思ったら、はい、いや電車乗ってください、何分までの電車に乗ってじゃないと、はい、飛行機に間に合いませんよって言われる。そうそう、新幹線じゃなく在来線ですか。そうだ。ええー、いやこれは、はい、もうね、デイゲームが終わるでしょ、土日の、はい、特に土日、うん、西武園があるよね、はい、あそこの道が混むわけよ、全く動かないんだよ。あれそうなんですよね。でしょ、はい、そういう環境とか、うん、もうね、西武からの移動がもう大変だったもん。じゃあこれちょっと場所がちょっとあの利便性のいいところだったり都心になってきたら、うん、またこの人数って変わってくるかもしれない。いや俺は変わると思う。ああ、俺は変わると思う。立地条件っていうのもありますね。あ、うんうんうん、いや、それはさ、仕事の環境っていうのはさ、仕事場の環境って大事じゃない？いや、大事です。どこにあるのかとか、また変な話ですけど、駅近なのか、駅から徒歩15分なのかとか、その会社かとか。でもさ、うん、我々でもさ、いろんな局に顔出したりとかいろいろするだろうし、はい、するでしょ、はい、その中で、うん、まあ、出せないけど、うん、ここはすごく行きやすいけど、ここかっていうとこあるでしょ。ちょっと島そうでしょ、あるでしょ。あ、遠いな、いや、ちょっと残念だなっていうのがあるでしょ、はい、だけどそれ残念だなっていうのが西武だから。いや、正直言って、はい、みんなが言う、なんであそこなのって。そうですよね。ああ、だからやっぱりさ、プロ野球球団って、はい、やっぱ利便性のいいところで、うん、やっぱ球場構える方がやっぱいいよね。確かに、その方が集客力もあるしさ、はい、お客さんもね、来てくれるし、行きやすいし、収益も上がると思うんだけどさ。そうですよね、うんうん、でもあれ総合的なものを考えちゃってるから。ああ、西武電鉄まで考えちゃってるから。確かにそうですよね。そうでしょ、西武遊園地とかもそうですもんね。そうそうそう、はい、いやだからこういう結果になるのかなっていう。そうか、でも19人出してるっていうことはそれだけ素晴らしい選手がいるということ。確かに。あと面白いのが、これ1位が西武じゃないですか、19人 で、うん、で次が日本ハム14人、うん、で次がソフトバンクとオリックスが12人ずつで並んでるんですよ、うん、で次がやっとセ・リーグ阪神の10人になるんですけど、うん、ほぼパ・リーグがみんな FA で選手いってて、セ・リーグがまあそんなに一桁だったり、まあ、最近変わってるけどね、はい、昔の数字も入ってるとすれば、はい、やっぱパリーグからセリーグに行きたい、うん、人気のある球団に行きたい、はい、まあ優勝したいとか、はい、まあいろんなことでセリーグに移り変わってくる、うん、選手が多かったけど、はい、最近ではパリーグの中で動いたりだとか、
まあ、する選手も増えてきてるわけじゃない。多いですよね、うん、だからこの数字は今年まででいろいろ変わってくると思うよ。でやっぱもうどこでやってもさ、今そんなに変わらない環境になってきてるわけじゃない、はい。まあ、例えばお客さんの集客とかも、うんうん、パ・リーグもものすごい人気あるしさ、はい、そしたらより都心で子供を育てたいだとかさ、うん、いや少し田舎で育てたいだとかさ、うん、そういう家庭環境も含まれてるよね、はい、だから日本ハムっていうのが、うん、あの西部について多いわけでしょ、はい、これはやっぱ北海道に行った環境もあるかもわからないよね、その土地場所だって四季がはっきりしてて、うん、冬は雪深く、うん、なんか閉ざされるわけじゃない、はい、だからなんかこうちょっと寂しいとか、寂しいとか、うんうんうん、で子供の環境を将来的に考えた時には、はい、やっぱこっちに移っておいた方がいいんじゃないのとか、はい、やっぱ家庭環境も含まれて、昔はもうね、うん、その選手だけの移動っていう風に考えてたけど、はい、今もうなんかいろいろこう散ってるから、うんうん、はい、あの家庭環境もいろいろ考えての移動もあるよね、はい、あ、そういうのが出てるのかもしれないですね、やっぱ立地条件、ね、そうだね。だから西武が球場大変なの、取材に行くのもね大変ですよね、まあ、贅沢は言えないけど、ね、まあ確かにそうです、贅沢は言えないけど、はい、やっぱ大変なんだよ西武は。もしかしたらこれ西武が場所を変えてものすごいなんか都心のねえところに来たらこの数字がまた変わるかもしれないですよ ね、はい、はい、ということでね、まあ今日はあの球団別の FA 流出選手数からも、うん、まあ今年もね、はい、FA 取得した選手がいるから、そうです、そうです、どういう動きになるかね、この数字にねどう変化が、うん、見られるのか、ね、はい、はい、そちらの方もちょっと見守っていきたいと思います、はい。